僕の方はですね、こんな感じにシナリオクエストも一通りクリアしてしまいましたね。で、収集クエストもですね。日焼け止めを切らしてました。買いに行かねば。ここまでですね、クリアしてあります。で、新実装のクリアちゃんですね、交換し忘れ、お気をつけくださいね。昇級遊ぼう海底のテーマパークですね、こちらをやっていきましょう。チケットが落ちますね。これを集めていきましょう。今回のエネミータイプは土なので、まあ、おのずと風ですよね。前回紹介し忘れてしまったんですけども、こちらですよね。こんな感じに数量指定ができるようになりました。これではではこちら、幻突してしまいましょうね。よいしょ、行きましょう。こんな感じの演出になっています。私ができることは。いいですね。これ変身するとちゃんと光るものもですね、演出もあるんで、なかなかいい感じに仕様変更されましたよね。メンバーはこんな感じですね。これでオート周回できるかやってみましょう。で、風の戦士がですね、どうやら行った方が良さそうですね。最後の3ウェブ目の真ん中の敵がちょっと固めなので、まあ、一応戦士を連れていきましょう。クレアちゃんはこんな感じにサブメンバーですね、属性の相性の問題もあるので、まずはサブメンバーで連れていきます。では行きましょう。行ってきます。あ、新しい帽子ですね。オートで行きましょうね。マイカちゃんなんかもこんな感じで火力が強いんでね、やっぱり風のワンポイントも効いてますですね。お、これはもうエクストラ要素ですよね。専用武器の要素もあるんで、まあ、こういう感じに楽に回れますね。この敵ですね、このサメがちょっと固めです。これは物理の方が通りやすいみたいですね。まあ、オート周回だったらやっぱり戦士ですね、物理攻撃した方が良さそうですですね。まあ余裕ですね。これ星4でもさっき試してみたんですけども、もう全然余裕で枯れます。いいですねって感じで、初見でノーコンクリアできました。いいですね。お、クリアちゃんが上がりましたね。よし、まあ、こんな感じになってますね。こんな感じにめちゃくちゃ広いので、まあ、いろいろ組み合わせて回ってみるのもありではないでしょうか。まあ、クリアちゃんなんか今回弱点属性なんですね。逆属性なんで、まあ、ちょっと回りづらいですよね。とっておきのレベルを上げるのであれば、まあ、別のダンジョンですよね、周回するしかなさそうですね。まあ、7月27日ですね、17時を待ちましょう。